これはどっちにすればいいんだ。おお。めっちゃ洞窟やん。私はこの洞窟を探索しているうちにある違和感に気づいた。本来あるべきはずである動物や虫の姿を見かけないのだ。恐ろしいほどの静けさが私をより一層孤独へと導いた。一体この洞窟はどうなっているんだ。こんなとこで電池が切れたとかちょっとシャレにならないよね。無限ループなんで、おお、なんじゃこりゃ。ただの四角い岩だ。ただの丸い岩だ。クソ、岩だけでびっくりさせやがって。なんだ、意味ありげに廃棄されてるみたいな。私はかなり奥まで進んだ。だが一向に彼の姿は見当たらない。彼はどこまで奥に進んだというのだ。ここまで来てこの洞窟にある変化が見られる。それは通路が細い一直線に変化したということだ。本当や。声が奥の方から聞こえた。そこにいるのはタクタク君なのか。来た。そこにいたのは紛れもなくビデオの男だった。いや、タクタク君、来てくれたんだね。この時をどれほど待っていたことか。目の前の男と直接会い、私の記憶が蘇ってくる。そう、私は彼とは友人であった。彼の名は、何にしよう、室井さんにしとく。じゃあ室井さんにして、中井貴一なんだ。よくわかんない。室井さん、室井であり、彼と最初に会ったのは今から8年ほど前のことだ。ミスカトニック大学で考古学を研究していた彼と知り合ってからというもの、共に考古学について研究する仲になった。ある日、彼はすでに発見された遺跡の研究だけには満足できず、山中の奥深く眠ると伝説で語られている未知の空間に興味を抱いた。もちろん私はそんなものは伝説に過ぎず、真面目に取り組むべきではないと思っていたが、彼の熱狂的な探求心はとどまることを知らなかった。それからだ、彼は何かに取りつかれたかのように、の山中に小屋を建てて伝説へ向かって穴を掘り続けたのは、できれば彼にそんなことはやめてほしかった。彼と会う機会は日に日に減っていった。私の知人の中には彼のことを狂人呼ばわりする者も出たからだ。それでも彼は穴を掘り続けた。すでに5年は経過しただろう。ついに彼は目的を成し遂げ、今ここに私の前に勝利者として現れたのだ。お久しぶりです、室井さん。本当に久しぶりだ。もう何年も会っていなかったのだから。私がここへやってきた、来なかったらどうしようかと思っていた。君がね、ここへやってき来なかったらどうしようかと思っていたが、さすがに一人で探索するのは孤独なものがあるからな。もう会えないのかと思ってもいました。あなたが穴を掘り始めてからというもの、あなたは人と接触することがほとんどなくなってしまったのですから。すまない、夢中になるとは恐ろしいことだ。ところで、ぜひ君に見てもらいたいものがあるのだ。ついてきてくれ。これを見たまえ。そこには平らに削られた緑の壁に古代文字で何か書かれている。地
かし私はこれまで見たことのあるどの系統にも当てはまらないものであり、どれだけ知識を絞っても理解不能としか言いようのないものだ。これは何と書かれているのでしょうか。すまない、私にもこれを訳すことはできないのだよ。ただこれが何であるかは推測がついた。どういうことですか。この赤物に伝わる伝説の一部からだ。呪われた地、赤物の地下に眠る旧支配者、緑の扉の奥に眠ると。つまりこれは扉である可能性が高い。扉って開けないのですか。私も最初はそう思い、この扉であろうと思われる壁に体当たりを試みたが、びくともしなかったのだ。そうですか。考え込んでも仕方ないのです。仕方ないことですし、もう一度扉を調べてみましょう。体当たりする。室井の言う通り、体当たりではびくともせず、1ミリたりとも扉を奥へ動かすことがなかった。話しかける。そうだ、押してダメなら引いてみてはどうだ。そんな原始的な。扉をどうやって引くんだよ俺。グーグーグー。私は古代文字のくぼみに指を入れて渾身の力で引っ張った。暗黒の洞窟に私の声が虚しく響いた。そしてまたもや一枚入りたりとも扉を動かす結果には至らなかった。私自身それほど非力ではなく、力が足りないというより根本的に扉がロックされているかいるかにようなロックされているかにような手応えを感じ、こんなが日本語あるかな、新たな提案が何の意味をなさないという結論に達したのは10秒ほどしてからだった。ダメだったか。扉というほどのものなのだから必ず分かった。もう一度詳しく扉を調べてみようか。私は注意深く扉を調べた。扉の作りは古代文字が書かれていること以外に特徴的な部分はなく、ましてや隠されたスイッチなどという大それた仕組みなどがあって見当たらない。それとも何か手がかりにも手がかりになるものはないかと思い、さまざまな角度、姿勢から扉を観察した。お、なんで急に動かせる？これはどこ？それは扉の底部を調べているときに気がついた。扉と扉の間にわずかながら3センチほどの隙間があることに。あ、これ上に上げるのか、もしかしたら。タクタク、室井さん、もしかしたらこの扉は持ち上げる仕組みなのではないですか。だってほら、この床と隙間は不自然ですよ。そうだったのか。でかしたぞタクタク。さあ始めるぞ。シャッター式だったね。開いた。我々が推測した通り、扉の隙間から指を入れ、二人がかりで渾身の力を持って持ち上げると、人間一人が這いつくばって通れるだけの空間を開けるのに成功した。しかしこの扉は相当に重く、この現状を維持するのが精一杯で、どちらかが手を離せば振り出しに戻ってしまうことに気がついた。はあはあ、どうしましょう。これでは扉を開けられてもこの先に進むことはできそうにありませんよ。何か良い方法はないものか。さてどうしたものか。人を呼ぶ。いっぱい。あ、石かな、もしかして。どこへ行くのかな。何か隙間に挟めるものがないか探そうと思います。そうか、私もついていこう。私は室井と共に使えそうなものを探すことにした。
ここに入る分には問題ないはず。いやー超びっくりしたよマジで。自動で。めっちゃびっくりした。え、なになになに。こっちおいで、こっちおいで。怖え。ここは鳥肌が。殺される殺される殺される。本当やばいって。しまった。袋壊した。おお。怖え。さっきの四角いこういうのどう。そうだ、この岩を扉の隙間に挟めば2人とも無事に通過できるのではないですか。よし早速持っていこう。だがそんな考えは甘かったことに気がついた。岩が重すぎて2人がかりでも移動させられないことに。一体この岩は何の物質で構成されているのか。重すぎて2人がかりで移動できない。ダメじゃん。うん、あ、これちっちゃいね。丸い岩だ。そうだ、この岩を扉に付けます。よし早速持っていこう。岩をとても重く持ち上げられる代物ではなかったが、幸い丸い形をしているため転がして持っていくことができそう。頑張ったね。どうやらうまくいきましたね。でかしたぞタクタク君。さあ奥へ進もう。奥行くんかやんたら。閉じ込める言われてたやん伝説で。扉の向こうは今まで我々がいた空間の景色とはさほど変わらないものであったが、大きな特徴として穴のようなものが前方に確認できた。何やら大きな穴が開いていますね。一体どこまで続いているんだ。いくら私でもこの中に飛び込もうなんて愚かなことをしたくないぞ。私もごめんですよ。背後から突き落とすなんてことはやめてくださいよ。とりあえず穴のことは後回しにしてこの空間を探索してみましょうか。そうだな、我々はこの空間の探索を捜索を始めた。自動だ自動。穴以外ないんじゃないかこれは。どうやらこの空間にはこの穴以外に目新しいものはないようですね。真新しいか。そのようだ。おそらくこの穴の奥底に我々の求めている答えがあるようだ。飛び込むか。冗談じゃないですよ。ははは、悪い冗談だよ。とりあえず今日はもう引き返そう。ええ、もうゴリゴリですよ。え、私の背後の方から金切り声のような鳴き声が聞こえた。しかも忌まわしいことにその音は穴の底から発せられたようだ。室井さん、この音は一体。早く逃げるんだ。うわあ、なんてことだ。得体の知れない通路の夢に出てきて、あいつがあの地底の穴の中からやってきて、そして我々を捕まえた。その後はダメだ、思い出せない。だがこれだけは言えず、
医師は嘘つきだ。そう思い出したんだ、私の父はすでに死んでいるのだ。回想思考度が1上がりました。あいつもグルなんだ。そして悪夢はまだ続いているんだ。逃げよう、逃げなければならない。お、大きじゃおやおや、一体どこへ行こうとしているのかな。いや、父のことをあなたに教えてもらおうと思いまして。そうか、ところで君は私の知り合いで何をしていたのかな。え、何のことですか。嘘はいかんな。後片付けはしっかりしておくべきだったな。これ以上君に動き回られては困るのだよ。なんか語尾がおかしくなってる。今度は絶対に出られないようにしてやろう。なんじゃこりゃ。いやだ。奴は私を凄まじい力で捕獲し、深い闇の底へと連れ去っていった。奴が何をしようとしているのかは、今となっては知る術もない。私はいつまでもこの悪魔を見つけなければならないのだろうか。エンドさん。なんだと？こんなとこから、全然記憶がわかんない。え、こっから続けたらだってまた無限ループな。ダメじゃん。また最初から。これは結構辛いな。ここはカットだな。